髪の毛やばい。皆さんこんばんは。どうも。眉毛描こう。皆さん、今日も私は舞台でした。皆さん見に来てくださりました？皆さんどうですか舞台。ご機嫌うるわしゅ。舞台でした。ちょっとカツラかぶってるのでね、ちょっと髪がやばいですが、そう、今日も舞台お疲れ様でした。ありがとう。楽しかった。今日もなんかやっとなんか楽しめるようになってきました。もう終わるんですけどね。さっき北千住から帰ってきた大粒カレー。いや、あっという間に折り返し。ダークネスヒールズ最高だって。お、嬉しいね。慣れてきたって思った時にさ、いつも終わるから。トークショーも楽しめましただってね。楽しかった。めっちゃ緊張したけど。エリちゃんの盾マジかっこいいだって。よかった。ダークネスヒーローズだと思ってた。ヒールズです。確かにダークネスヒーローズでもいけそう。カーテンコール楽しそうで何より。アフタートークショーも楽しかった。アフター頑張って考えたんですよね、やること。そう、アフタートークやばかっただって。いい意味でかな。舞台オツでした。あやみんのお友達の女優さんが踊りの演技かっこいいと惚れてます。本当ですか、嬉しい。プロレスやってましたよね。やってました。カミーラ様のギャップすごすぎ、嬉しい。でも今日は AKB のお世話になってる偉いスタッフさんが見に来てくれたけど、盾がねって、盾はもっとできるはずって来た。そう、でもね、盾って本当に自分だけの問題じゃないしさ、そう、相手とのタイミングもあるからね。明日からも頑張ろうって思った。本当カミーラさん大好きになりました。よかった。カミーラって本当にさ、ウルトラマンの中でいるキャラクターだから、そうやって言ってもらえたら私がやってよかったなって気持ちになります。また見に行きたいなだって。嬉しい。早くまた見に行きたい気持ち、嬉しいです。宮崎県民ですが台風で停電してます。皆様備えを。え、本当だよね。台風、皆さん台風気をつけてくださいね。てさ、あ、違う、明日も明後日も行きますって。台風気をつけてね。私も気をつける。ね、今日も雨すごかったし、無事に千秋楽迎えられますように。それな、舞台さ、せっかくコロナの方とか一人も出なくてちゃんと開催ね、できたこともがすごくありがたいけど、こうやってね、まさかのまさかに台風が来るとはって思った。そう、盾すごいかっこよかった。え、嬉しい、ありがとう。九州地方だけでも27万くらいの家が停電なのだそうだ。え、大変。皆さん、九州地方に住んでる皆さん、大変だ。福岡住んでるけどやばいです。気をつけてください。ウルトラの母の指人形笑っただって。そう、なんか、そう、なんか、セリフが聞き取りやすかったです。嬉しい、ありがとう。なんか私前制作発表、この舞台の制作発表に出た時に
なんか好きなキャラクターみたいな、ウルトラの母って言って、なんかそのエンタニプロダクションっていうウルトラマンの会社の人がウルトラの母の指人形をもらったんですよ。から指人形もらって、その指人形をずっと大切に持ってたんですよ。で今日持ってったんですよ、舞台の時に。あ、つぶらや、全然違ったエンタニあれでつぶらやって読むの。え、つぶらやって知ってたけど、だから別の会社かと思ってた。え、2個あんのかと思ってた。私つぶらやって知ってたけど、そうそう、つぶらやの方がくれてでそう、ウルトラマンつぶらやプロ、そうそう、それの方々にいただいてで、あの持ってったんですよ今日舞台に。でそう、その指人形もうカーテンコールみたいな、最後の最後はなんかちょっと遊びたいって思って、そうだから、そう角とか、角っていうかなんか髪飾りとかにつけてたり指にはめてたりしました。気づいた方いるかな。うん、気づいた。だって角につけてたの可愛かった、嬉しい、気づいてた、気づかなかった。だってウルトラの母可愛かったです。って可愛いよね。イービルティガさんがん、いじらないか迷っての好き。え、ついの写真見て笑いました。え、嬉しい。こそこそ指に刺してるところも見てたよく見てる。舞台見に行けなかったけど本当に可愛かった。え、嬉しい。何で見た逆に あ、配信税か。あ、嬉しい、ありがとう。インスタです。だってインスタうん、インスタね、ありがとう。しかし八木さんもかっこよかったね。そう、主演のベリアルさんを演じてる八木さんという方はなんかすごい人見知りらしくて、そうなんか、でもなんかカーテンコールベリアルパパ、そうお父さんなんですよね。八木さんはいい人そうだって、めっちゃいい人ですよ。なんか盾とか間違えても、セリフとかちょっと間違えても、稽古の時とかすいませんって言ったら大丈夫、そうベリアルさん押せる、え、押してください。八木さん優しそう、めっちゃ優しい、みんな鬼いいお兄ちゃんそうだって。うん、確かにいい人。ベリアルさんのアフタートークおもろかった、めっちゃ面白い。なんかそう面白い、よく笑ってくださる。なんか私がなんかあの制作発表の時に好きなキャラクターを言った時に、マジウルトラの母って言ったのがすごく、ベリアルさん、ヤギさんはすごく面白かったらしくて、それをずっとなんか面白いって言ってくださる。うん、なんかあれあそこで言うのすごいなって思ったみたいな、なんかそうで、なんか今日マイクつけるときに
私あのクリスマスのジングルベルを歌うのが癖じゃないですか。ってまた無意識に歌ってて、そしたら そのベリアルさん、かっこヤギさんが、え、クリスマスみたいな感じでなんか突っ込んでくれて、でえその時にそうなんか俺も歌っちゃったよみたいな後でカツラつける時に隣にいらっしゃって、俺もジングルベル歌っちゃったよってそうなんか映ったらしい。ベリアルさんに、そうてか無意識だって私ジングルベル歌ってんのが、そうびっくりしました。え、舞台行きたいだって、え、来て、次やったら小田さんベリアやってほしいだって、やりたい、ベリアルいいよね、なんかみたいな笑いとかやってみたいけど、あんなさ自然にさみたいな笑える人いるんだってびっくりしました。配役チェンジ面白かった。あ、そう、なんかさ、ごめんなさい、舞台見に来た方にしか分からない話なんですけど、そう今日配役チェンジでねやって、なんかみんなで出た4人、アフタートーク出た4人でそのキャラクターを交換して演技するみたいなのあったんですけど、私はダッシュっていう、そう若い男の子の役をねやらせていただいてるんですけど、じゃあ私はダッシュ役でって言った後に、おダッシュって言ってみたけど、普通に、なんか誰も聞こえてなかったのか、誰も突っ込んでくんなかった、そうスルーされて、そうちょっと悲しかった。聞こえなかったらって、そう滑ったんかも、客席でも気づかなかった、ごめん、じゃあもっと大きい声で言えばよかった、おダッシュって。スルーという優しさね、めっちゃ緊張したんだけど、アフタートーク、でも大丈夫だったかな、頑張ってたし面白かったよかった、面白かったよかった、全然そんな感じには見えなかった、司会のポジかと思ってた、私も勝手に緊張してました。盛り上がってた、本当ですか、明日もあるの、アフタートークめっちゃ緊張するんだけど、大成功でしょ、よかった、めっちゃブリブリしてた、え、ブリブリしてました、私やば、自然とブリブリブリってました、知ってたよあ、ダッシュ役の時、DVD 絶対ゲットしないと、そうですね、 DVD も出るらしいのでぜひゲットしてください、ODA T シャツ着てる方見つけられました、え、結構めっちゃ見つける
嬉しいです、ありがとうございます。 DVD 予約した、え、ありがとう。ね、明日は10時半からショールーム選抜の配信があって、重大発表もあるので、ぜひ皆さん見てください。私は舞台終わったら駆けつけます。 DVD どこで予約できますかだって、え、わかんない、どこだろう、うん、明日です。え、あの格好のままだって、えなわけ。明日私服何着ようかな。今は会場、多分アニメイトさんでも予約できますだって、詳しい。劇場で予約すると得点増えるだって。つぶらやのサイトとかアニメイトとか、あ、だって。つぶらや読めたやめて待って読めたやめて、読めたすごいやめて、読めてるから最初から、うん、覚えたやめてマジでうん、ね、もうあと2日で終わっちゃうので、やり残したことがないように頑張りたいと思います。イエイ。では今日は終わります、配信ありがとう。では最後におランキングを見たいと思います。いきます。13位 KK3500、 12位大西キリンジ、キリンゴ、キリンゴ、大西キリンゴ、11位エレメンツ、10位わたあめ、9位キョンシーアットパンダ、8位ミホ、7位時空、6位ヒノト、5位ひとくまさとる、4位怪盗14125、3位ユミユミ旦那、2位筋肉愛好家、そして1位はミヤちゃん、ありがとう。皆さん配信見てくれてありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。ではバイバイ。